はいどうもビーズの語り場セカンドチャンネルのグッチですえ今回ご紹介するビーズのアイテムはこちら、えー、ビーズプレイングカードですえ、まあ、この箱の形状とか、えー、この柄を見てもらったら分かる通りこれはトランプです、えー、ビーズ仕様のトランプになってます、えー、このトランプは、えー、お店に行って買うというものではなくて ビーズが1998年にリリースした2枚目のベストアルバムビーズ・ザ・ベスト・トレジャーの第2弾の購入特典なので、えー、ビーズ・ザ・ベスト・トレジャーを買えば一緒にもらうことができましたで僕が持っているのは、えー、この、えー、青色青色バージョンなんですけど青色の他にもオレンジ色赤色緑色があって ここに描かれている松本ささんんと稲葉さんのイラストも全部で4種類ありますでこのイラストはサングラスをかけている2人が笑っているっていうものなんですけど他にはバイクに乗っているイラストとかビーズのお2人がモンスターになっているイラストがあるので集められるものなら全部揃えたいものになってます。 でトランプの絵柄なんですけど、えー、ちょっと開けてとトランプの絵柄なんですけどジョーカーは、えー、箱,の箱と, <laughs> えと同じものが使われてい,るいて、えー、とカラーバージョンと、えー、白黒バージョンがあります。でえーと でジャックとクイーンとキングなんですけどえちょっとずつ絵柄がに違いがあって、えー、例えばこれはジャックの、えー、4枚なんですけど、えーっとこ,のえー、この2枚を見てもらうとギターとスタンドマイクの色が、えー、黄色で,でこっちはピンク色と緑色に。 なってますでこの違いの他にも、えー、松本さん、えー、この松本さんの絵柄だけ見ても、えーっとまあ、笑っているものがあったりタバコを吸っているものがあったりあとは、えー、っと舌を出しているものがあったりとちょっとずつ違いがあります。せっかくなので稲葉さんの絵柄もご紹介すると。えーっと こんなな感じになります松本さんと同じで、えー、笑っているものがあったり、えー、サングラスをかけたものがあったり、えー、ちょっとずつ、えー、違うイラストになってます。えー、っとでクイーンはこんな感じ。で えー、キングはこんな感じですで、えー、残りの数字のカードは、えー、特にビーズ仕様っていうわけではなくて、えーまあえー、シンプルなこういう、えー、デザインになってますよいしょあ、まあ、一応ここもこのキングとかここに 置いといてで、えー、とてでえとまああのカードの裏はなんですけどまあ別あのこの箱の裏と同じデザインになっててなっててえっ、ー、とこれは青色なんですけどまあ他のものだとこの色が赤とかオレンジとか違うっていう感じになってますでこのトランプなんですけどえー、あの マジシャンが使う代表的なトランプとかあのラ,スラスベガスのカジ,カジノとかでも使用されているトランプを作っているアメリカ・オハイオ州のユナイテッドステイツ・プレイングカード社で作られた超本格派のカードになっているみたいですまあ確かにそう言われてそう言われて触ってみると、まあ、質感とかは えまあ、安物とは違う気もします。えー、まあ、素人なのでそこまで違いは分からないんですけど、とにかく、すごい会社に作ってもらったトランプみたいです。まあ、そんなトランプを当時 CD の特典として、ただであげていたビーズは太っ腹だなと思いました。以上、今回はビーズプレイングカードについてご紹介させていただきました。最後までご視聴ありがとうございました。 ビーズの語り場セカンドチャンネルのグッズでした。